はい、こんにちは。今回は無料で使えるオフィス、マイクロソフト純正のオフィスオンラインについて紹介させていただきます。はい、今回はですね、無料で使えるオフィス、マイクロソフトオフィスオンラインについて紹介させていただきます。こちらですね。はい、ブラウザーでですね、こちら www.office.com こちらにアクセスしていただければこちらの、はい、ページに遷移します。マイクロソフトアカウントを取得されてない方はですね、一度まずはマイクロソフトアカウントを追加してください。その後にですね、サインインをしてください。サインインをしていただければこちらのログインされた状態になって、ワードとかエクセル、パワーポイント、あとワンノートとかも使いますね。まあ、こんな感じで無料で使うことができます。ただし商用利用はできません。あくまで個人利用に留めておいてください。まあ、通常ですね、ブラウザーとネット環境があれば使えますので、まあ、オンライン環境があれば使えますので、クロスプラットフォームですね、Windows でも Mac でも Linux でも使えるというものになっています。ですので、今回の説明は、まあ、Linux だけではなくて、まあ、他の OS 共通のものになります。ただ最後にですね、Linux では、こちらのオフィスの、まあ、メニューのところに、多分オフィスのところに入ると思います。こちらの、まあ、オフィスのカテゴリーに入る、メニューに入るようにするやり方もありますので、そちらの方も紹介させていただきます。こちらのオフィスオンラインを使うには、まあ、ブラウザーは特に指定はないんですけれども、Windows だと Microsoft Edge か Google Chrome。その他の OS でしたら、Google Chrome をお勧めします。理由はですね、拡張機能ですね。こちらに書いてあるんですけれども、オフィスのブラウザーの拡張機能は Microsoft Edge および Chrome 用の無料拡張機能で、これを使用すると簡単にアクセスできますということです。拡張機能の入手の仕方なんですけれども、こちらに書いてありますね。Chrome のウェブストアに移動します。はい、こちらにですね、Chrome に追加、こちらをクリックしますと、はい、拡張機能を追加です。はい、これで、ここですね、オフィス、こちらの拡張機能が追加されました。で、右上にですね、こちらオフィス、このサイトへのアクセスが許可されていますってなっていれば大丈夫ですね。こちらクリックしていただきますと、はい、まずはですね、こちら、マイクロソフトアカウント、または、職場または学校のアカウントでサインと書いてありますね。と下のですね、マイクロソフトアカウントでサイン、これでいいと思います。そうですね、もうログイン、サインしてますね。はい、あらかじめブラウザ上で、Microsoft Office にサインインしていれば、拡張機能を入れたら、どうやらサインインされてるみたいですね。こういうふうにですね、直接 Word、Excel、PowerPoint なんかに直接アクセスできるようになります。いちいちですね、ブラウザで飛んで、ここから選択するっていう手間をかける必要はありません。ちなみに Firefox だとこういった拡張機能が用意されていませんでした。ちょっと残念ですね。まあできれば、まあ、作ってほしかったかなと思います。よく使うので。はい。ではですね、使い勝手見ていきます。こちらせっかく拡張機能入れましたので、こちらからアクセスしてみます。はい。Word ですね。そうすると、はい。Word のページに移って、新しい文章。こちら作成ですね。はい、こんな感じでよく見る、はい、馴染みのワードになりますね。まあ、実際にどうでしょうね、使い勝手の方は。まあ、ネット回線にもよるとは思うんですけども、個人的には悪くはない使い勝手だと思います。ワンドライブに保存っていうのが少し気になるところですね。ワンドライブってちょっとアクセスが遅いので、まあ、ただ自動保存ですので、そんなに気にする必要はないかもしれません。うん。若干ですね、ワンテンポ普通のローカルのワードと比べたら遅いかなと思いますけれども、まあ、これは許容範囲ですね。ネット回線にもよります。そして自動保存ですので、特に何もする必要はありません。これで文章1になってますので、例えばサンプル的。こんな感じでファイル名を変える。これでもう一度ワードを選択すると、閉じるっていう
わけじゃなくて、まあ、ワードのページに戻るっていう感じで自動保存ですので、まあ、先ほど作ったのがこちらに、はい、表示されてますっていう感じですね。こんな感じの使い勝手になっています。ちなみに Excel は、はい、これも新しい空白のブック、はい、もう見慣れた Microsoft Excel のやつですね。関数をちょっと使ってみます。カウント if 関数あった、カウント if ですね。カウント if で例えばリンゴ、カウント if 関数、あ、そっか、ローカルのやつとはちょっと若干使い勝手が異なるかなって感じですね。もう少しなんかもう一つウィンドウが出るんですけれども、こちらだとこういう感じで、ある程度関数を分かってないと難しいかもしれません。カウント if で、この中に、リンゴはいくつありますか ?2 個ですね。こんな感じで使うことができます。こんな感じで、みかんは2つ、ぶどう1個って感じですね。で、そうですね。こういう風にずれるので、パインを固定したいときは、普通に、ダラーがいけるはず。こんな感じで、はい、これで、はいはいの方は固定されましたね。ドルマークで上下が固定されます。まあ、関数とかも普通に使えるし、全然、普段仕事で使っている方に関しては、馴染みの使い勝手だと思います。特に悪いところはないかと思います。で、戻るときは、やはり、ちょっとさっきとレイアウトが違うような気がするのは、気のせいですかね。はい、Excel の画面に戻ると、こんな感じで、はい、先ほどのものが作られてますね。もう一回ちょっとワードの方を見てみようかな。これでワードに戻る。うん。ここはいいとして、そして Excel の時は、何やらですね、Excel とワードでリンクの開き方が異なりますね。別ウィンドウで開く感じになっているのが Excel の方みたいです。これは統一してほしかったのは Microsoft にしては、ちょっといまいちで、こうした時の表示も Word と Excel で異なっている。まあ内容自体は同じだと思うんですけれども、しかも戻り方が別ウィンドウで開く形になってるな。うん。若干ちょっと、作りが違うのが少し違和感がありますね。これでタブを閉じるか。PowerPoint だと、はい、例えば、新しい空白のプレゼンテーションを作って、はい、こんな感じですね。これで自動保存されたので、これで PowerPoint に戻ると、あ、Excel と同じ開き方ですね。別ウィンドウで開く形になってますね。これどういうことかちょっとわからないですね。なぜか Word と Excel、PowerPoint で開き方が異なっています。まあ、うん、あんまり気づかないとは思うんですけども、使ってたら違和感があるかもしれません。はい、ここからはですね、Linux ユーザーのためなんですけれども、こちらですね、メニューに、今は Office が、LibreOffice だけが登録されている状態なんですけども、ここにですね、Microsoft Office Online のリンクを貼る方法を説明させていただきます。まず、ブラウザ上でこちらですね、sourceforge.net、こちらの方に、移動してみてください。そして、検索ボックスに、Microsoft、はい、ここまで書くと候補が出ますね。ここですね。Microsoft Online APPs、こちらをクリックしてください。はい、するとですね、こちら Microsoft Online APPs になります。これで今サマリーになってますので、ファイル図を選択してください。はい、バージョン 1.0 しかないんですけれども、こちらをクリックしていただいて、
これですね、マイクロソフトオンライン APPs デビ、こちらの方をダウンロードしてください。まあ、ちなみにこれ、ドットデビだから、デビアン系、Ubuntu 系しか入れることはできないかと思います。はい、ダウンロードが完了しました。はい、ダウンロードフォルダを開いていただいて、先ほどのですね、Microsoft Online APPs.dev、こちらの方をダブルクリックしてみてください。はい、リポジトリにパッケージ方法、候補が見つかりませんということで、今すぐですね、パッケージをインストールしますかって言ってますので、インストールを押してください。はい、パッケージがインストールされました。ではですね、メニューを見てみますと、あ、カテゴリーが追加されてますね。Microsoft Online APPs。ここにですね、はい、各アイコン、カラフルなアイコンと、まあ、カテゴリーが追加されてます。例えば、ワードを開いてみます。Microsoft Word。はい、うまくメニューには表示されるようにはなりました。しかしですね、今スパーキー Linux 使ってるんですけども、こちらだとですね、どうやらうまく起動してくれないみたいです。何度かやってるんですけどね、で、自分が過去にですね、フェレン OS とか確か、あと MX Linux とかでも試した記憶があるんですけども、そちらだとうまくいけましたので、まあ、ちょっと何が原因なのかわからないんですけども、このスパーキー Linux ではうまくいきませんでした。ではですね、こういった時のために戻し方、こちらについて説明させていただきます。先ほどダウンロードしたですね、こちら、Microsoft Online APPs.dev、こちらをダブルクリックを再びします。はい、これでですね、メニューに削除が出るようになります。インストールされていると削除と再インストールが出ますので、削除をクリックします。はい、処理が完了したみたいですね。ではメニューを見ていきますと、はい、オフィスのカテゴリー消えてますね。マイクロソフトオフィスのカテゴリーは消えてます。で、オフィスの中にもリブレオフィスだけですね。こんな感じで消去することができます。はい、いかがでしたでしょうか。オフィスオンライン、個人利用に限っては無料で使える、 OS を選ばずに使えるオフィスということで、かなりメリットが大きいかと思います。場所を選ばないのも大きいですね。もちろんインストールするタイプのオフィススイートと比べれば機能的な制限はあります。またネットを介しているのでレスポンスもいまいちよくありません。ですがですね、操作に慣れているマイクロソフト純正のものが無料で使えるっていうことだけでもかなり大きなメリットだと思いますので、ご利用されてない方、興味のある方はですね、ぜひともですね、アカウントを登録して使ってみていただければ面白いかと思います。はい、今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。